はい、おっさんです。今日はね、おっさんちょっと面白いものを見つけたんで、通販の闇を暴くということで、注文しときました。おっさんが目をつけたのがこちら。ででん、見えるかな。ゴホーレバ刺しだ。名古屋コーチン専門店が送る、レバーを流水で溶かしてそのまま、どうでもいいんだよ、生姜、ニンニクなど醤油で食べると美味しくいただけます。とよくわかんないんですけどね、ホームページもね、もうこんな感じですよ。レバ刺し名古屋コーチン。おっさん今回頼んだのはね、このね、どうでもいいんだよ3つ。これ何乗ってんの？レバーと早く食わせろよ。お刺身セット、お鍋セット、手羽先お鍋セットもね、ちょっと頼んどきました。これで、ちょっと待ってね、お値段は、で、届いたものはこちら。これ冷凍、冷凍でね、こんな感じでね、カッチンコッチンになっちゃってる。このまま食っていいんですかっていうね。おお、怖いぜ、おっさん怖いぜ。生レバとかね。お鍋セットこちら、こんな黒い箱に入ってきましたけども、もう解凍しときました。これもも肉と手羽先とつくねしか入ってないのかな。なんでお野菜は自分で用意する感じですね。はい、ではね、チキンを先に入れてお野菜を持っていこうかと思います。ちょっとね、これね、2、3人前の量なんですけども、鍋的にね、ちょっと多いような気がするんだよね。どうなんでしょうか。まず後ろ側の方に持ってってみましょうか。これ洗った方がいいの？どうなの？このままでいいの？はい、チキン、これ切れてるの？あ、切れてんだね。親切、親切。はい、はい、ねえ、とりあえず、入っているものとしてはこれで全部ですね。これに、お野菜を入れていかないといけないんですけども、湯がいといた大根とか入れちゃいます。はい、あと人参です。人参は散らしていきましょう。人参もね、わざわざ飾り入りしときました。普段しませんけど。はい、流水で5分やって溶けたので、これをキッチンペーパーなどで拭いて盛り付けしていこうと。大葉が欲しかったんだけどね、大葉高いからね。はいはい、おい、レバーちゃん美味しそう。はい、レバーちゃん、乾杯。ぐー、うめえ。でね、これをどうやって食べるかっていうと、まずごま油と醤油。まずね、ほんとこれもう一回読むけど、これもう一回読むけど、生で食べていいんだよね。まずレバーいきます。まるっとこれをごま油で、濃厚ごま油でいかせていただきます。ゴホーレバ刺し初音お父さんいきます。これはちょっと醤油、生姜でいきますか。お、コリコリしてる。砂肝、これはじゃあニンニク醤油でいかせていただきます。いきます、オープン。おお、
どうですか皆さん、すげえ肉多すぎたね。この鍋の大きさに合ってない、おっさん痛恨のミスですわこれ。手羽先取れない、手羽先、ここら辺にもも肉、これスープはねめっちゃうまそう。しいたけ、おお、しいたけうまそう。人参、大根、はい、ミニ鍋完成。ここにスープを入れーの、すげえな、鶏のこれ48号だっけ、おっさんの土鍋8号じゃちょっとちっちゃい、野菜が入りきらない。皆さん9号でやってください。ではいただきます。まず椎茸から、おっさん大好きな椎茸からいきます。椎茸うまいね。うん、鍋美味しい。じゃあもも肉、大根、お、大根味染みてるね。20分ぐらいしかやってないけど、鍋と日本酒、秋だわ、もう秋だね。これ手羽先食べづらいんですけど、かぶりついちゃっていいですか。うん、うめえ、手羽先うめえ。お待たせしました、おっさんの日本酒から。チタ、今日もチタっちゃいますよおっさん。この間チタ作ったんだけど、もうチタないんですけど、ちょっと飲めないんで、ちょっとハイボールをいただきます。あー、おいしい。はい、ハツと砂肝は焼いちゃいました。うん、おいしい。